源氏物語表尺は、源氏物語の注釈書である。江戸時代に、萩原博道の表したものや、昭和時代に、玉上拓也が表したものなどがある。本記事では主に前者について述べる。源氏物語表尺は、1854年から1861年に、かけてという幕末期に刊行された、源氏物語の注釈書である。 この後明治時代に入ると文学研究の分野でも西洋の学問が導入され、源氏物語についての研究も大きな変化を起こすため、そのような影響を受けていない本書は古注釈の最後に位置する。古注釈の集大成に位置づけられる注釈書であり、古注釈の最高本などと評されることもある。著者は歌人、翻訳家、作家、国学者である。 萩原博道2月19日文久3年12月3日。署名、源氏物語表尺に含まれる、表尺の文言にあるように、それまでの、尺イコール、注尺だけでなく、表イコール、批評を文じていることを大きな特色としている。本書には、漢喜の異なる、数種類の漢本が確認されている。 夕顔刊末には1853年との記述があり、この頃までにこのあたりの部分まで書きためられていたと見られる。総論の序文によれば、1854年正月3日に萩原の持病が悪化したため、それまで書きためていた文を出版したとされる。それから6年後の1861年9月に萩原によって本書の保位にあたる。 源氏物語余り尺全2巻が刊行されたため、現在では通常この4尺を含めた14巻全体を源氏物語表尺としている。ただし、その部分がどの時点で出版されたのかについては部分的に不明なところがある。本書出版に関わる小木原自身をはじめとする関係者の手紙がいくつか残っており、それによると本書の出版までには、 様々な右翼曲折が存在したことが推測できる。なお、青い巻以後残りの文は公にされないまま萩原が死去したため未完である。本書は以下の計14巻からなる。基本的に元折ノリ長の源氏物語玉のお串に代表されるような当時の一般的な国学者による注釈書に習ったものである。源氏物語の本文全文を備えた。 注釈書であり、予備知識のない一般人でもわかる注釈を意図していると見られる。基本的には、ノリナガの、もののあわれ、論に賛成しながらも、一部に、ノリナガが否定した、安藤貞明の、紫や七論の浮遊説にも評価を預かるような、ことも行っている。源氏物語の文章の、法則として、主脚、征服、生態、反対、照らしたい。 昭和、副案、伏線、趣旨、法王、風雨、英、感覚、欲揚、緩急、反復、省略、余波、守備、類令、用意、創出、予行、余剰を挙げて、源氏物語の表現構造を読み解こうとしている、本書を、古注尺の最高本と評した、玉上拓也は、1960年代に自身が、表した、 源氏物語全文の広本、現代語訳、注釈、作品を含む著作を、源氏物語表釈と名付けている。全員12巻及び、別館2巻が、角川書店から刊行されている。その他、安倍昭雄にも、源氏物語表釈と名付けられた著作が存在する。ありがとうございます。